本校ではブルキナファソのスポーツについて記述する。ブルキナファソではサッカー、バスケットボール、自転車競技、ラグビーユニオン、ハンドボール、テニス、陸上競技、格闘技などのスポーツが広く行われている。サッカーは非常に人気があり、トップレベルにおいても、大衆レベルにおいても広く全国的に行われている。代表チームは 年が王女の伝説の馬にちなんで、レータロンの愛称で呼ばれている。1998年、ブルキナファソはアフリカネーションズカップの開催国となり、ボボディウラス袖多目的スタジアムが建設された。この大会では、フィリップ・トルシエ監督に率いられ、初のベスト4に入った。サイクリングは、スポーツとしても安価な移動の手段としても普及している。 毎年11月に開催されるツールデュファソは国際自転車競技連合承認の自転車大会である。レースでは気温が最大摂氏40度に達することがある。2005年から UCI アフリカツアーに加えられた。ブルキナファソは1988年以来開催されたすべての夏季オリンピックに選手団を派遣している。1972年には オートボルタの名称で出場した。2011年現在、冬季オリンピックには出場したことがない。また、これまでにメダルを獲得したブルキナファソ選手はいない。ABCDEF マーキス、p 1 0にオクスファムハットグリーソン国吉、スポーツレファレンス LLC。ありがとうございます。